マージレコードはアメリカ合衆国ノースカロライナ州ダーラムのインディーレコードレーベル。主にインディーロックを扱っておりアーケードファイアやスーパーチャンクを排出したことで知られている。マージレコード創設者のマック・マコーン1989年スーパーチャンクのメンバーでもあるマック・マコーンとローラ・バランスによってノースカロライナ州チャペルヒルで設立される。当初は 自身のバンドや、友人のシングル、カセットをリリースするという小規模な運営であった。1998年2月、ニュートラルミルクホテルの2枚目のアルバム、インザ・ヤロプレーン、オーバー・ザ・シーをリリース。ピッチフォークが90年代の名番リストで4位に選んだほか、九紙、スピン紙など多くの音楽メディアから評価を受けた。百九十九年九月、ザ・マグネティック・フィールズのアルバム、 6 9ラブソングズをリリース。ローリングストーンの選ぶオールタイム、ベストアルバム500で465位に選ばれた。2001年、ノースカロライナ州ダーラム郊外にオフィスを移動する。2002年8月、スプーの4枚目のアルバム、キルザ・ムーンライトをリリースする。ピッチフォークが2000年代のベストアルバムの19位に、 ローリングストーンチが51位に選んだ。2004年9月、アーケードファイアのデビューアルバム、フューネラルが、レーベルの作品として、初めてビルボード200にランクインし、最高位131位を記録、アメリカでゴールドディスクを獲得する。このアルバムは、ローリングストーンの選ぶオールタイム、ベストアルバム500で151位に選ばれたほか、ピッチフォーク、ペースとし、 NME、ローリングストーン誌などの音楽メディアが2000年代のベストアルバムトップ10に選んだ。また第48回グラミー賞で最優秀、オルタナティブアルバム賞にノミネートされた。2007年3月には、アーケードファイアの2枚目のアルバム、ネオンバイブルをリリース、ビルボード200で2位、カナダで1位を記録する。このアルバムを AV クラブ、NME、 ローリングストーン氏などが年間ベストアルバムの上位に選んだ。また、第50回グラミー賞で最優秀、オルタナティブアルバム賞にノミネートされた。7月、スプーンの6枚目のアルバム、ガガガガガが、ビルボード200で10位を記録。ピッチフォーク、ローリングストーン氏が年間ベストアルバムトップ10に選んだ。 マージレコーズ創設者のローラバランス2008年3月、シーンヒムのデビューアルバム、ボリューム1をリリース。ペーストが年間ベストアルバムの1位に選んだ。2009年、レーベル設立20周年を記念しむ5日間に及ぶ、フェスティバル XX マージを開催、17枚組のスペシャルボックスセットも発売された。2010年8月、 アーケードファイアの3枚目のアルバムザ・サバーブスをリリースし、ビルボード200で初登場1位を記録、レーベル発の全米ナンバーワンヒットとなった。カナダ、イギリス、アイルランド、ノルウェー、ベルギーでも1位を獲得し、アメリカでゴールドディスクを獲得する。このアルバムを多くの音楽メディアが年間ベストアルバムの上位に選び、第53回グラミー賞では、 年間最優秀アルバム賞を受賞した。2011年1月、デストロイヤーの9枚目のアルバム、カプットをリリースする。ピッチフォークが年間ベストアルバム2位に選ぶなど、多くの音楽メディアから評価を受けた。9月、ワイルドフラッグのデビューアルバム、ワイルドフラッグをリリースする。このアルバムを、ローリングストーン氏、スピン氏が年間ベストアルバムのトップ10に選んだ。 2013年11月、アーケードファイアの4枚目のアルバム、リフレクターをリリースし、ビルボード200で初登場1位を記録する。ピッチフォーク、NME、ローリングストーン氏など多くの音楽メディアが年間、ベストアルバムのトップ10に選んだ。アーケードファイアニュートラルミルクホテルスプーン過去に在籍したアーティストも含む。ありがとうございます。